皆さんこんにちは。今日は築地の場外に来ました。日曜日ということで少し閉まってるお店も多いですけども、これから寿司富さんがやってるんで、行ってみたいと思います。美味しいものを食べましょう。レッツゴー。これが寿司富です。これは宝石箱、日本名で、ジュエリーボックスです。日本名で宝石箱です。ここにもたくさん入ってます。貝がシャリシャリして美味しいですね。ちなみに聞いてもいいですか。ちなみに寿司の味って何で決まるんですか。なんだったら多分ネタの新鮮さとかね、まあネタそのものもあるけども、その切り方とか握り方とかでもかなり味が変わるんですよきっとね。包丁の入れ方ですとか、まあ、ネタの厚みからね、何から言ったらキリがないんですけど、やっぱり握り手によってその力加減の人、それぞれ、はい、あ、力加減、口に入れた時のそのテクスチャーっていうのがやっぱり変わってきますよね。テクスチャーそのどれだけふわふわしてるかっていうこととか、そうですね、空気をどの食感が、はい、なるほどね。ネタってある程度のものを揃えれば、そこまで差は出ないと思うんですけど、仕事をすれば、はい、あとやっぱりシャリじゃないですかね。こだわご飯の方ってことですか。シャリシャリっていう言葉、酢ですね。酢、いろんなお酢を使って。あ、そうなんですか。それぞれの寿司屋さんの、まあそうですね、顔を決めるじゃないですけど、そういうところが。あ、そっか、そんなとこにこだわりすいません、こだわりがあるんですよ、お酢。なるほど。あとですか、このご飯の量っていうのは結構お店によって、まあ、きっと違うんですよね。違います。なんかそれは考え方があるんですか。あります。あの基本的なもので言いますと、はい、あのお酒を飲んでる方に合わせるとか、ランチにしてる人に合わせる、はい、でディナーにしてる人に合わせるですとか、そういうことはやっぱり基本の基本だと思いますけど、そういう部分はやっぱり抑えてる。その大きさを変えるってことですか。あ、すごい。あ、そうですか、知りませんでした。すごい勉強になりました。築地本願寺に来ました。静かな雰囲気です。厳かな雰囲気です。皆さん今日は、築地の場外でお寿司を食べて、その後すぐ横の築地本願寺に行きました。築地本願寺かなり変わった形をしてますけども、これは設計者が設計された方が、
和風ではなくて、仏教の元々の生誕地であるインド様式を施行したそうです。それでこういう形になっていたんですね。中は教会のようでした。非常に広い空間、大そかな空間でした。本当にいろいろ日本の文化もスタイルがあります。ぜひ銀座、東京に来た時は舌で味わって、そしてこの築地、本願寺で仏教のいろんな形を見るというのもおすすめです。いいね押してもらえるととても嬉しいです。これからもいろんな風を一緒に楽しみましょう。それではまた。